ライブでキッチン、今週は修行時代の味レシピということで、今日は笠原先生の思い出ふんわりエビ団子を作っています。まずレシピポイントの1番、応用しやすい修行のいろは卵の素ということで、こちら卵黄にサラダ油を少しずつ加えながらよく混ぜて作るものなんですね。これをすり身に合わせることでふんわりとしたお団子になるんだそうです。では続いてレシピポイントの2番、和食の王道アクセント、刻んで伸びるタイプです。一体何のことなんでしょうか。先生続きお願いします。はい、はい、団子がいい感じになってきたので、ね、はい、他の具材を加えていきますね。はい、お豆腐入れましょうね。うわ、なんか具沢山、うん、そうですね。長ネギですね、はい、斜め薄切りにしたり、長ネギ、はい、しめじですね、はい、きのこもたっぷり入ります、ね、たっぷり入れましょうね、はい、あとえのきも入れましょうね。はい、すごい。で今日は、ね、あのこれチンゲン菜ですね、はい、チンゲン菜ざく切りにしてあります。これももうドバーって入れちゃいましょうね。はい、でこれで大体 1,2 分煮てってあげましょうね、はい、なるほど、はい、今日はもうすぐ火の通る野菜ばっかり入れてありますのでね、はい、では煮ていきましょう、はい、煮ていきましょうね。そうしましたらその間に、こちらのですね、はい、生姜があります、はい、これをですね、はい、今日は仕上げに乗せるためにこの生姜を切っていきますね、はい、はい、この生姜を、ね、今日千切りにするんですね。鋭い、はい、どうやって切っていくんですか。おお、そうしたらですね、はい、これをですね和食で言われるね、はい、あ、そうやって針生姜というのを今作りますね。針生姜、はい、まずはこうやって横に薄くスライスしてありますね。こうやって、はい、なんかもう包丁、包丁が透けて見えますよ。これ薄ければ薄いほどいいですね、はい、あ、すごいですね。これは石本さんでもできますか。これは石本さんできたら僕はもう引退します、ね、じゃあまだ引退しなくて大丈夫そうです、はい、譲れない、ね、これはちょっとね、プロの技ですね。なんか縦にいつも切ってたね、はい、そうですね、薄く薄くね、うん、で今日はこの生姜をね、はい、一緒に食べてもらってさっぱり味にしてあげますので、ね、うん、はい、これね、もう細い千切りにしてあげます。美しいですね。でエビの優しい風味の団子に生姜のさっぱりした辛みがアクセントになってとてもよく合うんですね。繊細ですね、はい、やってみよう。これでこの針生姜ですね、うん、修行時代にですね、うん、もうこれでもガッと刻みまくりました。僕もここまで料理人として成長したわけですね。なるほど、まあ、褒められて伸びるんではなく、僕の場合ですね、刻んで伸びたんです、ね、もしかしてこれがレシピポイント2番の和食の王道アクセント、刻んで伸びるタイプですと。笠原先生のことだったんですね。そうなんですよ、刻んで伸びるタイプだった多分修行時代に全然2トンぐらい刻んでました。そうなんですか。そうですよ、こんな量じゃ済まさないじゃないですか、1日に使う量はね。でこれ水にさらすことでシャキッとしてね、盛り付けるというのも綺麗に盛り付けられますね。あ、そうなんですか、はい、じゃあちょっと水に浸しておきましょう、はい、そうしました、先ほどのエビシンね、もういい感じに。これ新庄ってあのそれだけで食べる場合もありますけど、あ、こうやってもういろいろですよ。あの新庄だけをお椀のね、具にしてお吸い物にする場合もあるし、はい、いろいろ野菜と煮たりとか、ね、あと揚げてあんをかけてとかね、揚げ、新庄監督、いろんなやり方がありますね。なし、そうなんだ、本当に。先生のお店ではどうやって出しますか。うちはね、お椀の種にすることが多いですね、はい、こうやっていろんな具があると今日はあの、ね、お家でおかずとして食べたいですからね、こういろんな具を入れて、うん、こう他にもいろいろね、余ってる野菜とか入れて構わないですね。何でもこれからだと、ね、あの白菜とか春菊とかね、うん、あ、春菊もいいですね。ね、はい、わー、具沢山で美味しい。なんかエビ金城っていうとそれだけよくね、そうなんですよね。こうやっていろんな具も、うん、入れていいんですね、うん、それはいいんですよ、自由ですよ、自由、はい、自由なんですね、はい、こちら自由です、はい、そしてこの繊細な針生姜、やっぱり水にさらすとこう、うん、いいでしょ、シャキッとしてますね、シャキッとして綺麗でしょ、ね、これを上に止めて、はい、完成です。はい、お待たせしました。今日は笠原先生の思い出ふんわりエビ団子完成です。いただきます。卵が入ってるからすごく綺麗な黄色ですね、うん、これ。ね、すごいな。ふわふわですよ。うわ。どうぞ。あったな。マッチョ。わあ、おいしい。これはちょっと。うん。うわ。
あ、これ許しがたい味だな、これ許しがたい、許してください横浜山椒なってこれ美味しいね、チンゲンとこの一緒になって、ネギとこのね、ですよ、こんなの本当に家で作れるんだろうか、このレシピ通りなんですよ。エビしんじょうってなんかね、お店で食べるイメージでしたけど、先生、家庭でもこうやって簡単に、まあね、今日のように作っていただけると、やっぱり卵の素、ね、ポイントだと思うんですが、ちょっと今日のね、ポイント振り返っておきましょう。まず1番、応用しやすい修行のいろは卵の素ということで、卵黄とサラダ油で作るこの卵の素でふんわり食感の団子に仕上がるんだそうです。でちょっと、ね、見た目も黄色っぽい新種になりますよね、うん、そして2番、和食の王道アクセントを刻んで伸びるタイプですということで、優しい味のエビ団子にこの細いね、ハリショウガ、これがまた合うんですよね。ちょっとやってみたいんでチャレンジしてみましょう。これは本当にめちゃめちゃ合ってますよ、この、ね、本当に美味しい、ね、やっぱり最高アクセントに、うんね、千切りのものをね、食べることによってこうシャキシャキ感がね、合うと思うんですね。すりおろしたのとはまた別だね、全然違う歯応えがね、生姜が効いててね、これ最高だわ、本当お店の味がご家庭で楽しめますから、ね、秋だ、秋だな、ね、作ってみてください、ね、はい、どうも先生ありがとうございました。どうもありがとうございました。